はい、どうもぼっちけ YouTuber パーカーです。今回なんですけど、もうね、手羽先をね、今日は焼いていこうかなと思って、まあ今回は料理動画ではあるんですけれども、まあ作り方もへったくれもなくてね、こうただただ肉を焼くだけっていうだけなんで、包丁とかもいらないしね。はい、こう片栗粉をね、こう軽くこう表面につけて、今ちょっと油引いたやつをこれ手羽先でちょっと広げてるんですけど、でまああとみりんとか醤油とかいろいろ調味料はあるんですけど、まあとりあえずね、この片栗粉をつけて焼くっていう作業を、もうこれでね、2分の1終了です、今回の料理の。はい、こんな感じでね、今お肉を焼いてるんですけれども、まあちょっと焦げ目がついたら裏返して、まああとはね、照り焼き風に焼いていこうかなと思っております。はい、こんな感じでね、しっかり両面が焼けてきたら、ここでね、調味料を加えていきたいなというふうに思います。まあ今回の調味料はね、みりん、酒、醤油、この3つ全部同じ量で、まあそれにね、砂糖を加えるっていうような感じです。醤油はちょっと出るとこが少ないから、お気持ち多めにね、入れとかないと他のやつより量少なくなっちゃうからね。まあ砂糖も結構多めに入れて、まあ甘辛く煮ていこうじゃないかと、そういう風に考えている所存でございます。いや、すごいですね、泡がブクブク言ってますけれども、まあこれがね、美味しくなる兆候ですかね。でもタレが絡むところで急に手羽先感が出てきたね。まあ手羽先感というのは何を示してるかわからないんですけれども、まあ僕の言うところでは、このツヤと、このツヤですかね、このお肉のツヤ、ちょっとね、どれくらい焼けばいいかあんま分かんなくて、ちょっと焦げかけてきてるんだけど、まあそろそろもう OK にしたいなというふうに思います。よし、消火、消火じゃないけど消電いやでもこれ本格的な照り焼きがね、完成したんじゃないかなと思います。まあ焦げてるんだけど、でしかもね、今日はちょっといつもの冷凍のご飯じゃなくて、この皿のね、炊きたてのご飯なんで、まあ非常にもう最高すぎる一日ということで、まあ一日というか一食なんですけど、注いでいきたいと思います。はい、まあ、こんな感じですかね。それからね、これどうやって手羽先を食べるかっていうのを考えたんですけど、まあ、このアルミホイルに、ね、包んでもう手で食べようと思います。まあ、ちょっと食べ方がね、汚いとか思われるかもしれないんですけれども、まあ、僕のチャンネルのね、コンセプトとしては、もう日常をね、そのままお届けするっていうようなものでやってますから、まあ、最低限のね、こう綺麗さは保ちたいところなんですけれども、まあその一方でね、もうありのままの姿をお見せするっていうのもまた重要なことなんではないかなと思います。まあ、これですね。よし、熱々熱々、アルミホイルの熱伝導性が高いから熱い。こんな感じでね、米と手羽先っていうもう最強の組み合わせが完成したところではあるんですけれども、まあ、焦らずまずはここで一杯飲みましょうかねよし、いただきます。あ、うまっ、金曜日の味がするわこれね、手羽先いただきます。うん、うまっ。僕ね、鶏肉の皮とか結構好きなんですけど、まあ、手羽先なんかもうそれの塊みたいなもんですから、うん、うまっ。米に合うんですよね。まあ、できるだけ綺麗に食べようと思いますので、まあ安心してご視聴ください。これ5本全部食べれるかっていうのは重要な問題ではあるんですけど、もうアルミホイルも邪魔やから、もう完全に手で食べちゃうわ。ウェットティッシュとかがあれば一番いいんですけど、あいにくそんなものは持ち合わせてないので。いや、ここまでうまいとね、やっぱりこう食材にね、感謝せざるを得ないですよね。柔らかくて、油乗ってて、そのありがたいことにチャンネル登録者数がもう7000人を突破して、まあ、ちょっとそのことについてもね、語ろうかなと思うんですけど、今回は。最近凄まじい勢いで登録者が増えていって、もう本当に平気で1日500人とか、なんかもう1000人くらい増える日もあったりとかしてさ、もう最近ちょっとコメント返すのも諦めるかって思い始めたんですけど、なんかそういう時に限ってさ、なんか昔からコメントしてくれてる人がコメントしてくれたりすると、やっぱりこう返したいっていう思いもあるし、かといってじゃあ昔の人だけ返すんかって言ったらそれは論外の話ですから、あまりこう完璧主義というかそんな感じにならず、まあね、返せる時にまあ返していこうかなと思います。だからこう皆さんもね、どんどんコメントしてくれれば嬉しいなと思いますね。まあ再生回数とかが増えてくると、やっぱりこう今まで僕のことを知らなかった新しい人が見てくれるんですよ。まあ、そういう人っていうのはやっぱりこう素直な感想というかね、こういい意味でこう気を使わない感想だから、まあ、たまにちょっとショックなコメントもあるんですけど、まあそういうのはこう YouTube やってて当たり前のことだから、よくこう匿名でね、こう人を叩くのはまあ悪いみたいな風潮もあるし、まあもちろん僕もそう思うんですけど、まあそれ以上にこう YouTube やってる以上はね、まあそれくらいのことはね、こう覚悟しながらやらなくちゃいけないですから、うん、まああまりね、こう現状に文句を言うのではなくて、好意的に見てくれてる人のために、まあ今後とも活動していこうかなというふうに思いますね。いいこと言った。
うますぎて笑ってくるわ、マジで。みんなこうあんまり興味ないかもしれないですけど、 YouTube のお金の話もちょっとしようかなと思ってて、まあ、僕最近広告をつけ始めてからこう YouTube からねお金をいただくようになり始めるんですよ。しかもそのお金がなんか2000円3000円とかじゃなくて、多分毎月何万円か入ってくるかもしれない。まあ絶対10万とかはいかないと思うんだけど、まあ僕一応一人暮らしで仕送りとかが今のところゼロでやってて、じゃあお金どうしてるのかって言ったらさ、僕その大学休学してたっていうのは皆さん知ってるかどうかわかんないんですけど、まあその休学期間中にね結構なお金を貯めて、まあ今はそのお金で生活してるんですけれども、まあそのお金もねいずれはこう尽きてなくなってしまうわけですから、本来ならこう一生懸命アルバイトして、まあ、お金を稼がなくちゃいけないんですけど、まあちょっとね僕はその YouTube の広告収入っていうものにちょっと甘えるというか、まあそんなバンバン広告つけたりはしないんですけど、まあねちょっとこう YouTube やりながらそれが生活の糧になれればいいなとか思ったりは、こう本音で言うと思いますね。もちろんこうお金のためにやってるんじゃなくて、こうみんなにね喜んでもらうためにやってるというのはまあ理想ではあるんですけれども、実際のところそれだけだとちょっとね僕もやるのしんどくなってくるし、うん、まあそこはねちょっとご了承いただければなと思いますね。あと他にも言われるのは、なんかこうチャンネル登録が増えてきたら大学で声かけてもらえて友達ができますねみたいなことも言われるんですけど、まあ、個人的にそれはないかなとちょっと思ってて、っていうのもやっぱりこう僕本当大学でねこうコソコソしながら生活してるから、まあ、結構喋りかけづらいオーラみたいなの多分出てると思うんですよ、かなり。まあそれに加えてね、こう高校の頃はそこまででもなかったんですけど、やっぱりこう大学入ってから結構一人っていうものが本当好きになってきて、こうチャンネル登録者数が増えてきたらなんかね思いもよらない YouTuber の人からなんかダイレクトメッセージが来たりとかするんですよ、マジで。誰とは言いませんけど、やっぱりこう僕の偏見なんですけど、こう一人で YouTube やってて、まあ、なおかつチャンネル登録者数がまあ何千人くらいいる人だと、やっぱりちょっと礼儀正しいというか、やっぱりいい人が多いんですよね。まあ、実際に会ったことがないからいい人かどうかとかわかんないんですけど、けどそのメッセージの文面とか見ると、やっぱりね、こう、すごい気使ってくださってるんだろうなっていうのが伝わってくるし、例えばこう同じぼっち系 YouTuber でも、あの、カスメンタルさんとか、イライラ大学生さんって方は、ほんとこう、僕が全然登録者少なかった時から、こうなんかすごい優しく接してくれてましたし、一回ちょっと手洗っていきます。もちろんありがたいことにすごい勢いで登録者数増えてるんですけども、まあ、これがずっと続くかっていうのは、まあ、ちょっとわからないところでもありますから、まあ、この勢いがあるうちにこういっぱい動画出してみんなにこう知ってもらえる機会をね、まあ、ちょっと疲れてきたみたいな気持ちも正直あるんですけども、あ、人来た。これ実は僕の視聴者の方からメッセージが来て、パーカーをプレゼントしたいんですけどどうすればいいですかみたいなメッセージをいただいて、まあ、その SNS 便っていうね、そう匿名でねこう荷物を送れるサービスを使ってでこう送っていただいたんで、開けるのがねワクワクでいっぱいなんですけど、山形酒田酒造、お酒ですねこれ。あ、梅酒や。僕がさこう梅酒たくさんの動画で飲んでるから、多分それ見てくださっていただいたんですね。しかもなんかこういうさメッセージまで添えていただいてさ、居心地もなんかめっちゃ居心地も良くてさ、どうですかね、こうせっかくいただいたんでこうちゃんとね着用させていただいて、もう手羽先なんかもうどうでもいいからもう早く食べちゃう。いやマジで嬉しいわ。ちょっとそれじゃあね、この視聴者の方からいただいた、梅酒ね開けさせていただきたいと思います。よし、あ、こうこれ香り、お酒の香りが強くて、まあ、ちょっと酔いそうな感じのお酒ですね。美味しい、すごい美味しい。ボトルもすごいおしゃれで、こう梅のね花の絵が描いてあるんですけど、ここまでしていただいて、まずこう僕はねこっちから何を提供できるかっていうのは分からないんですけど、やっぱりこうそんなね感謝の言葉をつらつら並べるよりも、まあ、よりねこう面白い動画、いい動画を出せるように自分のね影響力みたいなのをつければね、こうゆくゆくはね、まあ、将来にいろんな人の役に立てるんじゃないかなとかも思ったりしますから、今後ともこう見ていただける人がいる限り、まあ、動画ね投稿頑張っていこうかなと、まあ、それがねゆくゆくは自分のためにね頑張るってことでもありますから、まあそういう風にね、こう、あんまなんかお酒ちょっと飲みすぎてあんま何言ってるかわかんないんですけど、これからもね、頑張っていければいいなという風に思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。さようなら。